どうも影です今日はですね睡眠は大切ということについて、えー、お話ししたいかなというふうに思います。まあまあ当たり前といえば当たり前なんですけども睡眠がすごくね睡眠の質というかまあ時間もそうですねそういうものがすごく大切やなというふうに、えー、考えております。ほんで、えー、その一日の中でね、えー、大体ですけど3分の1が睡眠なんですよね。 まあ8時間やったらということですけども3分の1ぐらいの時間を睡眠時間としてこう、えー、自分に使っていてでその3分の1の睡眠時間がしっかりととれてたりその質の良い睡眠をすることによって残り3分の2の、ね、日常生活がこう充実すると。 いうことですね。だから3分の2のその起きている時間ですね。その時間を充実させるためにはです、ね。寝ている時間、その睡眠時間を充実させる必要があるというふうに思います。まあ、たまにね。そのショートスリーパーの方もおられるんですけども、ショートスリーパーでこう過ごせていける。言う人はほとんどいないと。 いうことで僕ももちろんあのしっかりと寝ないと、えー、パフォーマンスが発揮できにくい状態になりますでだんだんちょっとこう最近こう分かってきている自分の睡眠時間的なことで言いますとですねそのお酒を飲んでの睡眠っていうのは結構取らないといけないで結構寝てしまう状態になるんですけども、えー、その。 お酒を飲まない日が僕の場合と五日間週に5日間あるんですけどもそれでいろいろとこう自分でだいたいこれぐらいの時間寝てこれぐらいの時間に起きてっていうことがあってですねほんでこう見ていくとまあ6時間半の睡眠があるとまあまああのー、まあまあのパフォーマンスを発揮できるかなとで7時間寝るとまあまあいい感じで,で7時間半以上寝るとねもうかなり。 エネルギッシュというかそういうううかそ状態になるだから7時間半以上寝るとですねだいぶいい状態になるっていうことが分かりました。で6時間睡眠やとちょっと少ないんですね僕の場合。6時間睡眠で一応その仕事ぐら仕事に関してはねその自分の好きなことというか施術とか好きなことなんでそういうことはできるんですけれども他のことやってることとかまでこう。 エネルギーが注ぎにくいというか集中力がちょっと落ちる感じになるかなとで最低どんなにこう短くても6時間半は取りたいとで,できれば7時間半以上取りたいというところですねで8時間半とか寝てしまうとですねかなりこう有り余るエネルギーとかそういう状態になるかなと。 いうふうなことが自分で分かっておりますで僕も昔はですねその睡眠がこう取りにくい状態とかいうのを結構経験したことがあってですね、えー、まあスタッフとして働いた時期があるんですけれどもその時にですねどうやろう結構寝れない状態があったんですねすごいまあまあ自分にストレスがすごいかかってたというとそこで えー、働いていろいろするとことによってですねすごいストレスがかかってですねで、えー、でたらもう丸3日間ぐらい寝れないで寝てももう3時間ぐらいしか寝れへんっていうのを繰り返しながら仕事をこなしていたという時があったんですねもう精神状態はなかなかしんどい状態にはなってたんですけどなんとかねその時はこうそれを乗り越えてでそこからこう独立するようになってですね、えーその イランストレスというかそういうものがこう基本的に僕の中からはこう消えた状態になったんで次の違うストレスはありましたその商売をこうする上でのこうストレスっていうのは今も、まあえー、かかり続けてる状態ではあるんですけどもそれはね、えー、なんとかこう自分でこう自分をこう大きくしていってというかそのエネルギーを上げていくことによってですねそのストレスにこう。 ストレスは耐えながらその日その日のかかったストレスをこう解消する状態それをこうある程度作り出せているんでですね、えーなんとか こうそのストレスがこうかかりすぎた状態で過ごすそのまま睡眠を取るということではなくてですねある程度のストレスを解消した状態で、えー、睡眠に入っていくことをこう作り出すことが今はできているのでですねあの睡眠時間がしっかりとこうある程度確保できているというところですね僕の中での理想というかだいたいこういう感じで言ってるっていうのがですね、えー、まあ空手を道場に行く日は 別としてですね普通の日の場合でいうと10時10時ぐらいに寝てで5時半に起きると7時間半なんですけどもこれが僕の中のベストの、えー、流れですねベストの流れ10時に寝てで5時半に起きるっていう流れがベストなんですけどもそのお客さんにたくさんこう来ていただいたりその えーまあ、ジョギングをしたりとかそういうことをこうやった日はですねかなりこう体がやっぱり体そ精神的な状態はいい状態なんですけど体がやっぱり疲れ後半疲れてくるのはもう9時半ぐらいになったらもう眠たくてしょうがない状態になってそのまま寝落ちする状態になるとですね、えー、次の日、まあ、5時とか5時半とか起きたらもうすっきりしてるというところでこう。 もう言う言たら自分のその一日のエネルギーが切れてしまう状態ですね9時半ぐらいにねその状態というのを作り出すとですねあの寝れないっていうことはないですね自分の中でそれはだからその日常の,その自分がやってる商売をこう充実させる、えー、自分のやることをこうしっかりとこなしていってですね、えー、それにこう集中してやっていくことによってですねその一日の疲れが 夜に来てほんでそのまま寝てしまうというそれを作り出すことがすごくこう重要なんですねだから睡眠でこう苦しんでおられる方っていうのはいろんな方法があるんですねその睡眠、えー、睡眠薬とかねその導入剤っていうのはあまりその使わない方がいいでしょうけどもその飲んでおられる方っていうのはですねそれをね こう自分のね自分で決めないといけないんですけどもその睡眠薬の,の,のをののものをやめたいと思うのであればちょっとこう量を減らしていくというかそういう形をとっていくというところですねただその仕事をこうしていく上でねその寝ないとその体がこう すごいしんどい状態で仕事に行かなあかんから睡眠時間を確保するために睡眠薬を飲むという状態になる場合がありますよね。そういう場合はですねその仕方ないんですけどその次の日が例えばその休日とかでこう休み。 でえー、いつ起きてもいいといつ寝ていつ起きてもいいっていう状態にちょっと試していくというかですね、えー、そういうことをこうしていくということですねでそういうことをしていくってちょっと慣れていくどういう感覚になるかっていうのをこう見ていくそれはもちろんそれをやめたいと思う人の場合ですけどもそういうふうにこう自分でこう実験していく形ですねそれ,とそれとですねあの日常生活ですよね しっかりと充実させるというところですね。そこをこう一生懸命というかその集中してというかそのフルフル回転自分のエネルギーを注ぎ込むというかそういう状態を作るんですよね。で、もうこう心身ともに疲れた状態が夜に来るようなぐらいの ここうう活動をしていいくということですねそういうことをするとですね自然とこう寝れるようになるんですけども、えー、薬を使っている方はですねその薬がないと不安になるはると思うんでその辺がこう難しいところではありますけどもね。でこういうことをこうあまりこう。 医者でもないのにいろいろいうのはまあま間違ってるのかもしれないんでこうちょっとこの辺で控えたいと思いますけれどもそのいろいろ方法はありますそのストレッチとかでもその、えー、その呼吸のストレッチ胸郭ストレッチへ、えーえー、そういうものをやることによってですねその えー、呼吸がね深い呼吸になるとで深い呼吸をすることを作り出すことができるとですね深い呼吸ができるということは副交感神経が優位に立つという状態になるんでですね、えー、睡眠の質が上がるというところでそういうストレッチもまあまあ ああることはありますねそういういろんなものを試すとかあと温冷、えー、交代シャワーとかですねそういうこともありますねそういうことで、えー、交感神経と副交感神経がこうバランスが取れる状態を作っていくことによってですね、えー、睡眠をこう促進するとあとはまあまあ、あのー、運動とかねそういうこともそうですしで食事であればですね、えーまあ、トマトであったりバナナであったりとかね、えー、そういうものがこういいということをこう があるんでですね僕も朝はバナナとですねトマトはこう食べるようにしているというところですね。でこうだからそれぐらいこうそれぐらいというか睡眠の質を上げる睡眠時間をしっかり確保できるためにですねいろいろ努力するっていうのはかなりこう、えー、人生にとってはこういいことというか必要なことなんじゃないかなというふうに思っております。ということで今日はですね、えー 睡眠は大切ということについてお話しさせていただきましたでは今日もヨッシャでいきましょうどうもありがとうございます